皆さんこんにちは、ニュージー大好き .com の小林明子です。今日はスーパーで売っているグラム売りのチョコレートやナッツ類の買い方を紹介したいと思います。実際にスーパーに行ってきたので、そちらの映像をご覧ください。それではどうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。今回はグラム売りのお菓子の購入の仕方を紹介しました。グラム売りのお菓子にはすごいいっぱい種類があるので、次はどんな種類があるのかや私のおすすめなども紹介していきたいと思います。この動画が参考になりましたら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。さようなら。